皆様こんにちは、さよならレインドロップのゼロとロングロングアゴーとボタとクラゲ山頂です。ということで第2回お料理会だー、イエーイ来たあの1回目が面白かったし、さらに引き続きだからね、はい、うん、今回はがっつりね、あの俺らの歌のセンスまだ見せられてないから、ね、まあそうですね、だからここで見せよう、うん、特に俺らはそうですね、うん、見せなきゃいけないってことでまあ一回やったから慣れたと思うんでねちょっとやっていきましょうかやっていきましょうよっしゃじゃあのスタートの合図ちょっと浜田村長お願いします。スタートいきますよみたいなやつ。結果発表終わってる結果発表始まって浜田風に行きますよって言ってほしかったのに行きますよーよーいドン一応一位で飛び地なんだろう、なんだろうそれ。パッパッパラパッ。お腹が減ったようで終わりね。オッケー。あー怖いな。ご飯の中に丼あるあれ逆だ。やばちゃった。卵絡める鶏肉とかを。その最後に三つ葉を追うおやべえ何の中に逆だったあーいあったんだこれあなんかエビとか乗ってる食べたくないピザ屋とか一緒に頼むんだチャーハンみたいだねパエリアはダメだったよマジこれ。エビちゃんエビちゃんチリチリしてエビちゃんエビちゃん踊るパチちゃんおじょちゃん踊るおびちゃんおびちゃんチリからよ。あの恥ずかしくなってすぐ画面が消えるよね俺ら。行くとある大体のコースあんまり得意じゃないんだねあのご飯のなんかお供筑前にてほうほうやよ見てほろほろ見てほろほろストロークノフそれがノフビーフのストロガノフ名前しか知らないものだけどそれは美味しいよあのさやっちゃんのこれなんだろこれ大体定食に端っこに盛り付けられて少しお腹を満たされるじゃがいもの特製かなはいうまいうまいね今のうまいちゃんとできてたねラストあの今流行りの曲にしましょうおオッケー夏は流しそうめん大好き水たけを半分あの待って流す代々取れなきゃ下のバケツにたまるだけさおいきなりおいきなりだったそれは黄色いライスで出したよそれはケチャップとか入れても食べたよそれ中にはチャーハンじゃなくてピラフじゃなくてピラフみたいなのが入っているだけ
恥ずかしくなったよな最後なんか画面から消えたくなる気持ちわかるわ。難しい漢字来ました。僕は漢字弱者の一株。何それ、貝鍋肉です、貝鍋肉です。ホイコーローってんのこれ。いやわかんない、本当にわかんない。これ何、まだここか。